こんにちは。日本学術書道会の田村喜山です。今日も池田書店のいつでもどこでも使える四字三字熟語ハンドブックから四字熟語を選んで、その解説文を読んでから後でその四字熟語を半紙に楷書、行書、草書、それと創作作品を書いてみます。今日の四字熟語は不知案内です。実情や事の様子を知らないこと、不案内。使い方は、私はその間の事情は一向に不知案内なんですが、などと使います。から不知案内を楷書で書いてみます。例えば、不知案内を行書で書いています。だから不知案内を草書で書いてる。例えばから不知案内の創作作品を書いてみます。最後までご覧いただきありがとうございました。